国立筑波大学准教授落合陽一、ポストコロナになんとヌード撮影開始というね、こういった情報についてお届けをしたいと思います。すでにね、昨年の大晦日までに60回の連載を重ねており、今も常に裸体を募集中というね、衝撃のノートが見つかっておりますので、ね、こちらについてご紹介をさせていただきたいと思います。テーマは裸性と身体性などと語っております。身体性を補完する裸体を常に探し中だという落合陽一、このねテーマでやっているようなんですけれども、落合陽一といえば国立ね筑波大学の准教授、メディアアーティストということで、まあ、科学者、まあ、サイエンティストでありながらアーティストの面を持つというね、光や音、物性、計算機メディアの研究をしている感覚的物書きで博士号を、ね、持っている写真家であると、多様性社会を目指す波動使いの准教授と、ね、ちょっと中二病っぽい、ね、言い回しを自称しております。ノートは作家としての発信であると、こういうふうに、自ら述べているということです。落合のコメントによれば、ウィズコロナの身体性を考えていて、結果アート作品用にヌード表現を取り始めたという連載、エレスタとは違った身体性を補完するような裸性を探すのがテーマ、今回はモノクロ編だけどカラー編も今月はあります。裸体となるモデルさん、これ常に募集しているということで、落合のツイッターもしくはノートのコメントから応募ができるということで、ちょっとこの文章を読んでみましたかね。凡人の私にはね、その感性や何を表現したいかというのがね、全くわからない、こういったね、状況になっております。ウィズコロナの身体性とは何なのかと、アートとエロとは何が違うのかということね、まあ、その疑問に全く答えられていない文章だとは思います。まずはね、モノクロで、次にね、カラーを出すという形でね、まあ、このノートですね、月に3980円を落合に支払えば読むことができるんですけどね、まあ、上品な週刊誌とでも言いましょうかね。まあ、やり口としてはね、まあ、下品なやり方、まあ、最初にモノクロで釣って、まあ、カラーを出すというね、こういう形で、まあ、モデルさんとはね、どういう契約になっているのか、まあ、モデルさん側から、まあ、落合のノートに出るということで、まあ、無料で引き受けるのかね、ちょっとどういうスタイルでやられているのか、私は全くわかりませんがね、落合信者でノートをね、捉えている方、あるいはね、実際にモデルとしてね、応募された方にね、教えていただければと思います。なぜ落合陽一はポストコロナでヌードを撮り始めたのかというテーマで、ね、ノートが書かれていて、まあ、その無料で見れる分の、説明なんですけれども、まあ、最近ヌードの連載始めたと。もうすでに、ね、60回。まあ、前編後編とね、その分かれているものもあるので、実際、まあ、60体の裸体を撮ったというわけではないんですけれども、始めるというね、ノートはいろいろ書いたものをいろいろ考えた末に始めたことなので、何考えたかはメモっておこうと思うということでね、次の3つのメモ、落合による3つのメモ、これをねご紹介したいと思います。半年くらいかけていろいろ勉強して準備してきたと。まあ、何を勉強したのかといえば、19世紀から21世紀までたくさんの作例を見てきたと。なるほど、自分の文脈としてヌードを取ることはまだまだやるべきことがあると感じていると。うん。身体性と祝祭性の回帰をテーマにいろいろ思考を続けてきたので、実践を初めて行きたい、行いたいじゃなくて行きたいって言うんです。再生の方はひとまずズームバック落合のレギュラー放送があるので、それでやってみようと。ち
とよくわかりません。身体性はもっと身体性によった作品を構成していく。プラチナプリントと高精細なデジタル撮影、オールドレンズと照明系、メディアアートと体。うん、なるほど。全くちょっと私がね、知識あるいはボキャブラリーといいますかね、何言ってるのか全くわかりませんね。まあ、いろいろ勉強してきたと。まあ、多分ね、過去の芸術のアートの歴史も振り返って、まあ、ヌードをいろいろ見てきた、こっからがちょっとわからないんですよね。自分の文脈として、まあ、ヌードを撮ることは、まだまだやるべきことがあると感じていると。まあ、天才ともね、呼ばれる、落合氏のね、頭の中、まあ、文章がこれ下手なのかわかんないですけど、ちょっと私のね、頭では、落合陽一が頭の中で何を考えているかというのはね、読み取れないと。身体性と祝祭性の回帰をテーマにいろいろ思考をし続けていった。まあ、いろいろ勉強、いろいろ思考っていうことをね、落合やってるんですけれども、まあ、実践をすると。まあ、実践をする。つまりは、まあ、いろいろ考えたけど、とりあえずヌードを撮っていきたいってことなんですかね。ちょっと祝祭性っていうのはよくわかんないんですけども、祝祭性の方は、ひとまず、まあ、なんかの番組ですかね。やってみようと。番組でヌードを撮るんですかね。ちょっと、何言ってるのかわかんないんですけれども、まあ、身体性についても、身体性、まあ、だから祝祭性の回帰については、なんか番組でやると。で、身体性は、作品を構成していく。まあ、こういったもので、と。表現としては、そういう話なんだけれど、身体接触や祝祭が失われたポストコロナの風景の中に、身体的な生々しさとか、人間性とかいったものをどうやって作品の中に落としていくかというのがキーテーマだった。初めて2ヶ月経って、で、だんだんいろいろなものが見えてきた。言葉でまとめておく頃合いだと思う。13回の連載を続けるか、もう60回の連載してるんですけれども、ここにも祝祭が開いてきた。相変わらず、何を言ってるか、全然私にはわからないんですけどね。落合信者ならね、この文言にね、同意されるのか、あるいはね、まあ、ノートの中、有料ノートの中で、まあ、説明、もっと具体的にされてるのかもしれないんですけどね。まあ、私には、ここの文章を読んでも、まあ、落合のやりたいことっていうのはね、伝わってこないな、というのが、まあ、正直な感想ですね。まあ、言葉でまとめておくというのは、ね、わかりやすく、伝えてほしいなと思うんですけど、まあ、落合の、学生、研究室の学生っていうのは、この落合の言葉っていうのはね、腹に落ちているんですかね、理解されてるんですかね。まあ、もしも落合研究室の学生がいたらね、教えてほしいんですけれども、まあ、ミーティングとかあれば、まあ、魂と魂のぶつかり合い、理系の研究室だとそうだと思うんですけど、やっぱり言葉っていうのは大事なんでね、まあ、人と人、これ多分人に読ませるっていうことでノート書いてると思うので、そういう意味ではね、やっぱり分かりづらい言葉っていうのは、准教授としては非常に良くないのかなというふうに思います。ヌードという祝祭性と身体性についての話。霊性と質量と身体性。また意味不明な言葉がどんどん出てきてますけども。まあ、なんとかさんとの撮影の時に、そもそもヌード撮影が祝祭のではないかという話になる。確かにここに失われた祝祭があるのかもしれない。まあ、ポストコロナではできなかったことが、まあ、できるようになったっていうことでね、まあ、ヌード撮影が本当にポストコロナで失われたものを理解するのに必要なのかっていうところは、まあ、甚だ疑問ですけれども、まあ、落合のね、アーティスト活動、まあ私にはね、理解できないなというのを思います。
失われた五感を取り戻しながら徐々に身体を再び獲得していくように見えてきたものを探していく。モデルさんたちいつもありがとうって言葉でね、締めくくられていますけど、結局落合陽一はなぜヌードを撮り始めたのかということについての回答が明確にはね示されてないように感じるんですよね。まあ、ヌードでコロナで失われたのがものを獲得するっていうような、そういう何か失われたんですかね、コロナで感覚五感。もっとね明確に答えれるであろう、目的、これが答えれてないように思います。ヌードが撮りたかっただけなんじゃないのっていうね、やぶなツッコミがこれだと入ってしまってもしょうがないと。まあアーティストだからね、別にどういった芸術活動をするかっていうのは、まあ落合陽一の自由なんですけれども、まあ、彼ね、国立大学の准教授というね、ポストがあるので、まあ、そういう観点でね、まあ、落合陽一っていうのは非常に身体チェックが必要な、まあ、人間なんじゃないかっていうのはね、まあ、以前の私のね、動画見てもらえた方、まあ、古市憲寿さんに、ね、ネットで、ツイッターでブチ切れて、トースポに乗り込んで記事を消させるっていうね、事件があって、まあ、非常に私の動画の中ではかなり再生された動画なんですけれども、まあ、その動画をね、見ていただいた方はやっぱり落合陽一っていう、まあ、人間の、まあ、危険性、異常性っていうのもね、ご存知だと思いますので、まあ、そういった観点でね、まあ、このまま国立大学の准教授に置いておいていい人材なのか。まあ、以前ね、菅総理とも、もう菅ね、前、総理、首相とも、会食をするほどね、政府に近い立場で話をすることもある、そういう、まあ、人間、こういうのもね、鑑みて、まあ、なかなか、ね、常人には理解できない行動っていうのが多いな。そういう立場でね、仕事をしていく人間として的確なのかっていうところはね、もう一度議論があってもいいのではないかなと。まあこういうことをね、自由な活動をするっていうのはいいんですけれども、立場とね、釣り合っているのか、適切なのかっていう議論は、まあ、あってもいいのかなというふうに思います。落合陽一、まあ、ウィズコロナの身体性を考えているということですけれども、まあ、ウィズコロナの身体性っていうね、抽象的なものなのか、具体的なものなのかがよくわからないんですけども、まあ、普通の人は考えない、こういうことを、そのね、考察のために、ヌードを撮るというね、ことですけれども、まあ、身体性を補完するなら性を探す。やっぱり私には分かりませんでしたね。まあ、いずれにしても、ね、明らかなのは、まあ、落合陽一、まあ、現時点でもね、常に裸体を探しているっていうのはね、事実だと思いますのでね、まあ、国立大学の准教授が常に裸体を探して、ツイッターの DM や有料ノート3980円月毎月ですけれども、そこでね、応募待っているということですので、まあ、興味がある方は落合陽一にツイッターで DM したりとか、まあ、有料ノートね、見たい方は課金をしていただければいいのかなというふうに思います。